今回は早々のフリーレン公式が開催していた、第2回キャラクター人気投票の中間発表が出たということで、フリーレンたちのコラ画像たちを紹介していこうと思うぞ。なんでフリーレンのコラ画像が先行してしまってるんだよ。人気投票の中間結果も紹介していくから安心してくれよな。やっこほー、どうもコテゾーです。そしてチビゾーです。というわけで今回は大人気コンテンツ、早々のフリーレンの公式が行っていた第2回人気投票の中間発表が出たという記念でフリーレンのコラ画像たちを紹介していくぞ。2回聞いてもコラ画像は絶対に紹介したいんだな。まあ前回のアウラのコラ画像を紹介して、大好評だったからね。おいちびぞー、今アウラと口にしたな。おう。俺らのチャンネルで過去2回もコラ画像選手権を開催させてもらったから、ほぼこのチャンネルの準レギュラーだからな。そのアウラももちろんランクインしているんだが、順位にも注目してほしいんだよ。もちろんほぼそのつもりだったぞ。公式もネタにしてるし、毎回ネタ提供してくれてるアウラだから結構いいところにつけてると思うんだよな。そんな感じで前半は早々のフリーレン人気投票結果、後半にはみんな大好きなコラ画像選手権を開催していくぞ。というわけで前置きは終わり。それでは本編に行こう。というわけで本編に入っていこうと思うんだが、もう一度この画像を見てくれ。これは2024年3月1日にフリーレン公式 X から発表があった第2回キャラクター人気投票の告知だぜ。今年の3月とかだったらもうアニメとか原作もいいところまで行ってて世に知れ渡っているぐらいだな。いい時期に開催してくれたもんだぜ。そうだな、3月20日の中間発表段階でも総投票数が500万といった莫大な数になっていたぞ。500万とかヤバすぎるだろ。フリーレンは面白いから人気になって当然の結果だな。そして第2回ということは、第1回も2022年に行われていたんだよ。それはアニメ化記念と銘を打って開催されていたぞ。早速だが、第1回の結果を見てみようか。これが第1回の人気投票の結果だ。案外納得のいく結果で草だぜ。ヒンメルとフリーレンという主要キャラはさすがに2トップってわけだな。てか俺らの準レギュラーさんが見当たらないんだが。安心しろ、10位には食い込んでいるぜ。ミミックが3位に入っているじゃねえか。そのミミックに負けるアウラ、かわいそうだぜ。しかしだな、この結果はアニメ放送前ということで今ぐらいアウラがネットのおもちゃになっていない時期ということなんだよ。だからアニメ放送が進んだ第2回ではいい順位に。おいおい、楽しみじゃねえか。早く第2回の結果も紹介してくれよ。キャラクターごとにバラバラに紹介されているんだが。なんと我らが暖冬台のアウラは前回から大幅ランクアップの3月18日時点では4位になっているぞ。さすがアウラだ。まだ中間発表だ。全然1位も狙えるぞ。しかしチビゾー、このポストも見てくれ。3月20日時点でフリーレンもさっきのアウラと同様の4位にランクインしているんだよ。もしかしてアウラの順位が落ちてしまったのか。それだったら俺らは悲しんでしまうぞ。その逆だ、SNS では、アウラ3位に押し上げられたっぽい、中間発表を受けてアウラを1位にしたい動きが激化した説という、アウラがぐんぐん順位を伸ばしていると噂されているぞ。めちゃくちゃその説は濃いよな。アウラが1位を取ってくれるのか、はたまた。また続報が出たら紹介させてもらおうと思うぜ。というわけでお待ちかね、コラ画像のコーナーに入っていこうと思うぜ。1枚目は、ドウモリの世界に転生してしまったフリーレンだぜ。1枚目から超面白いの持ってきやがって、発言的にはほぼ操作キャラみたいなこと言ってるけど動物を知るために引っ越してきたのか、興味深いぜ。近隣住民にアウラが来たらどうなるんだろうな。アウラ、ローン返してくれって感じのドウモリで苦労するところを全部押し付けるんじゃねえか。ドウモリの醍醐味を楽しようとするフリーレンも面白そうだな。前回はアウラのコラ画像をやったから今回はフリーレン多めでいくぞ。まあ必然とアウラはついてくるんだけどな。これは、囚われしフリーレンだぜ。捕まって馬車みたいなやつで護送されてるじゃねえか。でもこの後普通にフリーレンなら逃げられそうだけどな。ちなみにこのコラ画像には元ネタがあってだな。スカイリムというゲームの一番最初のシーンらしいぞ。めちゃくちゃ再現度高いじゃねえか。じゃあより一層捕まってる感出てくるぜ。ちなみにスカイリムではこの後首が落とされたりドラゴンが出てきたりするからほぼ早々のフリーレンだな。突っ込もうとしたんだが、どっちも当てはまってたからなんとも言えなくなるだろ。俺も最初はボケのつもりで言おうとしたんだが当てはまってるのに気づいて驚いたぜ。そんじゃ次のコラ画像だ。ここで登場、アウラのコンビニバイトだ。さらっとえげつない武勇伝語ってるじゃねえか。こんなバイトの先輩いたら距離取ってしまうぜ。でもアウラだぞ。
めちゃくちゃいいと思うんだけどな。逆らったら魔法の力で服従させようとしてくる先輩だろ。パワハラよりも悪質じゃねえか。アウラはハラスメント気質だってことが分かった一枚だったな。よし、次のコラ画像に移っていこうと思うぜ。ポポポポーンのフリーレンだな。絵柄でごまかしてるけど原作のゾルトラークはこんなもんじゃねえぞ。まず某 CM はえげつない魔法を売ったりしてないって。ちなみに原作のゾルトラークはこれだぜ。ほら、しっかりと魔法陣とかも設置して規模感でかすぎるんだよな。絵柄で騙されてはいけないという風刺の効いたコラ画像ってことだな。原作者にはそんな意図はないと思うぞ。そんじゃ次のコラ画像行くぜ。別アニメの道具に頼り出したフリーレンだぜ。ドミネーター使わずとも強いだろお前は。サイコパスに出てくる武器だよなこれ。魔法じゃなく文明の力を使うフリーレンもなかなか見物だぜ。千年生きているという強みが存分に発揮されそうだな。世界観はバグってしまうと思うが。そんじゃ次のコラ画像だ。攻撃方法を変更したフリーレンだぜ。また武器の変更をしたのかよ。エルフ特有の尖った耳を使うとは狂気的だな。しかも練習相手がみんな大好きアウラっていうことがなかなかに面白い点だな。アウラはネットのおもちゃにもなるしフリーレンのおもちゃにもされてるんだな。かわいそうだぜ。まあいつって服従の魔法使おうとしたアウラのせいだな。次のコラ画像行くぞ。戦国のフリーレンだ。魔法じゃなくて病気で相手を倒すのは残酷すぎんだろ。しかも病室で余命宣告をするのもフリーレンって。相手のメンタルはズタボロだろうな。しっかりと後ろでナースになっているアウラもなかなか可愛いだろ。ポツンといる感じ、アウラだからこそ燃えるな。服従の魔法をフリーレンがこうやって使っているとも考えると、ちょこっとだけ平和だぜ。原作でもいい服従の仕方をして欲しかったぜ。よし、次のコラ画像だ。遠隔納豆ネキだな。くそ、フリーレンの鬼畜ぶりが最高に清々しいな。アウラは髪型から納豆とも呼ばれることがあるからそれを表現してあげてるフリーレンは優しいだろ。本人が望んでないとハラスメントなんだよな。けどアウラは可愛いからOKだぜ。チビ像もなかなかの鬼畜じゃねえか。そんじゃ次のコラ画像だ。高校のフリーレンだぜ。いい感じにインフンでボケてくるなよ。転生したフリーレン、可愛すぎないか？確かに可愛いけど画像のテイストについて触れろよ。スマホいじりながら宣告してるんだぞ。いやー、フリーレンは現代に転生してもインフルエンサーとかの枠で生き残っていけそうな顔してるな。もう次そうは可愛い子に目がありません。よし、次の画像はこれだ。高校のフリーレンパート2だ。今回はアウラたちもいるのなんかほっこりするな。フェルンのお姉さん感といい、最高だぜ。卒業シーズンのフリーレンも原作とは違ったノスタルジックな雰囲気でいいよな。それじゃあ次のコラ画像だ。大魔法使いとの魔術勝負だぜ。あの某ホグワーツ出身の某ポッターくんと同じ感じの魔法使ってるじゃねえか。某ってつけたら何でも言っていいわけじゃないぞ。元ネタはこれだな。改めて元ネタ見るとこっちもめちゃくちゃひどいな。フリーレンと同じ魔法使いとして戦ってほしいな。千年以上生きた魔法使いの魔力なめんなよ。そんじゃ次のコラ画像だ。ただ髪の毛を引きちぎられたアウラだ。え、なんで？魔法勝負とかにこだわってたのに急な肉弾戦かよ。しかもチャームポイントの髪の毛を狙うなんて卑怯だぞ。魔法勝負に負けたアウラは何でも服従しないといけないんだよ。だから髪の毛さえ献上する忠誠心、叩いてやれ。こんな曲がった忠誠心なんか嫌に決まってるだろ。そんじゃ次のコラ画像行くぞ。ただ泣きじゃくっているアウラだ。そのただっていうシリーズやめろ。なんで泣いてるのかもわからないから俺らはニヤニヤするしかないじゃないか。チビ像は女の子が泣いてたらニヤニヤするんだな。ちょっと距離を置こうと思うぜ。職業柄こういうことを言わないといけないんだよ。よし、次のコラ画像だ。小さくて可愛いフリーレンだぜ。チーカはフリーレンとチーカはフェルン可愛すぎだろ。この丸くて小さい感じ、ぜひコラボしてグッズにしてほしいぜ。でも世界観は麻薬だぞ。ちいかわはほのぼのしてるけど服従の魔法とか使うフリーレンとコラボできるか。すまん、軽率な発言だったな。でも、できればでいいからコラボを見てみたいです。その夢が叶うといいんだがな。よーし、ラストスパートに入っていくぞ。次の画像はこれだ。マルマインと対峙したフリーレンだぜ。こいつは勝手に自爆するだろ。しかもマルマインは絶対魔法キャラじゃねえよ。魔法の力を使って電気を使ってたんじゃないのか？それじゃあマルマインは自家発電ってことか。このチャンネルのせいで自家発電って聞いたら少し英気なことを考えるようになってしまったぜ。それはチビ像のポテンシャルの英気さだろ。このチャンネルは至って健全だぜ。ほら、次の画像行くぞ。絶妙にセクシーなフリーレンだな。健全を保ってるが、このくらいの服が一番ちょうどいいんだよ。
ありがとうなコテゾー。まさかチビゾーのタイプに当てはまってしまうとは。でも喜んでもらえてよかったぞ。この下着が見えそうな感じとか、休日感とか全てがフリーレンだけどフリーレンっぽくなくていいぜ。ムツスリ評論は今日も抜群だな。じゃあラスト3枚も張り切っていくぞ。おお、アーティストのジャケット風アウラだぜ。違う、そうじゃない。アウラの汎用性が高すぎてこんなギャグもできるのか。早々のフリーレンは奥が深いな。どこでフリーレンの深みを実感してるんだよ。確かにアウラは選ばれしネットのおもちゃって感じするよな。そんじゃ次の画像行くぞ。有名なネットミームとかしたフリーレンご一行だ。じゃあこの後事故するの確定じゃねえか。親の顔ぐらい見た事故動画だぜ。元ネタを見た後だったらより忠実性があるだろ。乗り物も馬車風になってるから最高だぜ。うい、なかなかに出来が良くて草だぜ。こんな絵師がいっぱいいる日本、最高だな。それじゃあラストのコラ画像行くぞ。その前絵師が思っていることだ。フリーレンが指示出してたのかよ。アウラもこき使われて大変だな。というわけで今回は早々のフリーレン人気投票の話題からフリーレンのコラ画像たちをいっぱい紹介させてもらったぞ。アウラだけじゃなくフリーレンまでもネットのおもちゃになってて早々のフリーレンという作品がより好きになってしまったぜ。まだ人気投票は受け付けてるらしいからみんなも参加してみてくれよな。じゃこの動画は終わり。じゃあな。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価も喜んだぜ。